テイルズ・オブ・アライズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ここのスルドさんは争う気がなさそうなんですけど、どうしたもんかなぁ。とりあえずちょっと上がるから、これ、しとくか。やっぱ上の方のやつは全然、作れないなぁ。とりあえず、ちょっとでもいいやつをね、作っとこう。この一匹、重心の位置が、ようこそ、トツクニの方々。スルド閣下の使いの者より受けたまわっております。はるばるのお越し、光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。ああそうだな。飯食ったからか。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に集合しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。なんかあるんだろうな。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな。慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリネルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない。あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ猿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リーベル。猫？どこから？なんか変わった飾りの首を。待てよ。まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あ、ちょっと、ラオ！どこ？あ、いたいたいた。早っ。あー、そういうことか。あの奥に刺さってんのかな。あそこ。分かった。見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう、急に。つなぎかもしれない。つなぎ？つなぎ？まあ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだって言うの？誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと？確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。どっちの話なんだろうな。愛らしいわね。カラグリアではないのかな。猫の主は。ねえ、あの黒猫本当に誰かの使いなの？誰かに仕込まれでもしなきゃ猫があんな風に導いたりはしねえだろ。わからないよ、猫なんて飼ったことないし。それに絶対フルルと喧嘩になると思う。フル！だが何者だろうな。スルドの仕業とも思えないが。理由がないわ。もっともスルドの配下でないとは限らないでしょうけど。部下が勝手にやってるかもしれないっていうのか。あのテュオハリムという男、スルドとして以前にレナとしてもかなり変わり者よ。皆が皆彼に賛同しているとはとても思えないわ。引き返すなら今のうちよ。戦、
俺にはまだこの国の本当の姿が見えないからな。さて、どういう…あ、そっちに行くんだ。え、こっちかい。あれ、っていうか、いない。あれ、そこへいたよね。どこに連れて行く気なんだろう。わからないが、見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えない。めちゃくちゃ猫好きで猫耳つけてるやつみたいになってるな今。ただここに連れてきたということはこの先に何かあるんだろう。そうね、進んでみましょう。うえー、よし、ほらやった。ウィー、あと燃え、あ、いでね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 。なんか、あれな、もっとこう、ブワーッと燃やす感じにしたいんだけど。妨害を頼む。オッケー。なんだろう、これ。すげえ、なにこれ。すごい植物だな。こういうの見るとワクワクするよね。なんか、普通のさ、なんだろう。現実にはないものを見るとさ、ワクワクする。ネット。はい。ほら。よいしょ。一体にしか当たっ、あ、全員いたな。この素材、武器に使えそうね。よしよし、どんどん進んでいこう。これだけ木が大きいのは、やっぱり精霊力の影響ってやつなのか。可能性はあるけど、もともと木って時間かけてすごく大きくなるからね。そうね。どきなさい。ほら、よし。はい、はい、はい、ちょっと、やばい、はい、よし、オッケー。でも今結構さ、パーティーとしてはいい感じなんだけどさ、ここに誰か入るってなるとちょっと変わってくるなぁ、それ戦術が。でそうなった時に激しいのが誰かっていう、でさっきの二人どっちかに入るとして、近接じゃん。あっさり勝てた。ってなると誰を外すかってなるとローになっちゃうんだよね。いいことだろう。乗ってこいよ。わかりづれえな、ここどこだよ。あそこ、あっちなんかアイテムあるな。とりあえずこっち行ってみるか。よし。うわぁ、後ろに来とる。問題なさそうだ。はい。よし。ほら、やった。はい。やるじゃん。よいしょ。しよう。頼めるか。よし、オッケー、終わり。これぐらいの相手なら問題ないな。うい、問題なさそうだ。さっさと倒そう。今だよ。よし、これで終わり。やっぱ火の力ってさ、派手でいいよね。電気とかも結構好きなんだけどさ。2000。やばいやばいやばい、時間が。連続のボーナスを切らさないように行動したいよね。したいんだけどさ、無理だな、これ。いけるか。あ、いける。よしよし。でもやっつけられそう。ほら、やった。よいしょ。オッケー、みーちゃん
悪い。決めてくれたね。あ、任せてくれ。え、こっちは？よし。猫どこ行った？ここでも猫が登れそうに見えないんだよな。どこだ？猫ちゃん。気をつけろ。落ちたらひとたまりもない。助けを呼んでも誰も来てくれそうにない。猫ちゃん。おい。やるしかない。よし。よし。はい。よし。空を飛ぶよ。よし、これで何体か当たらないか。よしよし。オッケー。進むわよ。こっちはメインルートじゃなかったのか。ブグが見つかったわ。ちょっと見せてくれ。お、仲間になんじゃん、もう完全にこれ。そうか。でも6人で戦わせてくんないかな。ごちゃつくけどさ。クロークだから。てか、なんかつけとこうか。貫通力。HP 上がるやつ、耐久上げるか。お、上がるね。よし。はい。あれ？はい。今のは高ぶったな。高ぶるって何？高ぶるって何？あれか？玉ヒュンみたいな話？地下の森っていうだけでも十分不思議なのに、ズーグルがうろついてるなんてゾッとしないな。なあ、いくら城壁で囲まれてたって、足元がこれじゃ。おちおち眠ることもできやしないぜ。ズーグルはレナのしもべ、その心配はないわ。はぐれがいても近づかせないでしょうし。ズーグルでズーグルを見張るか。道理で装甲兵の一人も見当たらないわけだ。誰かが身を潜めるにはもってこいだな。誰かね。いろいろ気になることばっか言うな。うわっ！すまない。足が滑った。大丈夫か？あなたこそ。いえ、大丈夫なんだったわね。あなたは。普通なら叫び声が上がってるところよ。あなたのね。ん？ああ、イバラか。そうだな。俺には無害だ。それより。いきなり触れたりして悪かった。そうね、気をつけて。ねえアルフェン。ん？いえ、何でもないわ。気にしないで。うん。おお。何あれ。今からどんどんイチャイチャしていくんだよ、きっと。温かく見守ってやってよ。よし、登ってきたけど。ん？突破するぞ。おっと。よし。これで二体とも無理か。よし、終わり。また強くなったぜ。よしよし、こっちはいっぱいいるな。面倒そうな相手が。俺は困るか。よっしゃ。よし。OK。で、燃やす。はい。
とりあえず、あ、終わった。確実について。結構もらえたな、経験値。なんか機嫌いいな。やってやる。これいった。終わりよ。はい。はい。決めて。はい。よし、あと1体。はい、終わり。これは？腕を磨かないと。スルにはまだ届かないか。オパール。十分すぎるということはないわ。なかなかいいんじゃない？すごい優しい声出すと。どっちを向いてもいいですね。なるね。カラグリアはな、お前たちな。はい。そうだよ。倒れろ。よし。行こう。これだって4人でこんだけごちゃついてんだもんね。6人でやったらもっとごちゃつくわな。これやって決めて。はい、これで終わりだ。だそうです。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。ちょっと牧場の様子を見ねえか。あ、ボス戦だ絶対。なんでだい？なんで？バナシーアとか、買っといた方がいいのかな？ハッピーボトル。ハッピーボトルな、名称が怖いな。まあ、こんなもんかな？武器も、あ、作れる。お、作れる。よし、これで金槌の音って行こう。いいよな。さて、どんなやつが来る？しかし見たこともない植物だらけだな。よくこんなに育つもんだ。これなんかの足じゃね？カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは危ない。うわっ、なんだこいつ、スーベルか。でかいぞ、みんな気をつけろ。いや、こんなのどうやって戦うんだよ。足か。無駄口叩いてる暇があったら叩いてください。わかってるよ、ヤトリ。ちょっと、気は飽きたよ。よっしゃ、風よ、風よ、流星人行くわよ、まだよ。やった、燃やせ。私では落とせる。落とせるこれ本当に。これ足をさ、どんどん本体ポンドには届かねえぞ。ひとまず周りの特殊を倒そうよ。全然届かねえ。オッケー。これでどれぐらい減る？よし。やった。そうよ。目の前のやつを殴っときゃいいんだ。いけるか。調子いいわね。そういうのだって絶好調だぜ。よし。落ち着いて耐えてください。燃えろ。よしよし。よし。これ結構弱いな、このボス。意外との方が強くない？まあでも、あれか、ストーリー進行上必要な敵と、そうでない敵ってどっちが強いのって言ったら、そうなるのか。ほら、やった。もうちょっとなんだけど。なんで行こうかな。これで行こう。これ罠ってことかな。罠なのか、単純にこいつを倒してほしかっただけなのか。
大丈夫かみんな。ねえ、これ本当に罠じゃないのかな。そうでないことを祈ろう。あと、いたぞ。まだ追いかけっこは続くみたいね。この匂いは牧場の奴らが育ったな。牧場の話しかしないなみんな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。